10万勝ちねえから、そんなしな。はい、お疲れ様でございます。さて、今日のこの子供たちくださいね。あのね、あの半額で買った200円の鶏からだね。ごまをまぶしてみて。料理は常に実験場だからね。ね、実験、そして戦場だから、レシピ、つまり戦略が必要なんだ。でもね、俺はそんなの必要ない。常に新しいもん、なかったら天ぷら粉であげるよ。今日天ぷら粉でごま混ぜてあげてみた。どうかな。で、あの甘口とあの激辛を混ぜた、辛口を混ぜた麻婆豆腐。まあ麻婆豆腐あれば子供たちはね、あの納得。そしてね、麺とこれクレソンね、自分たちの家で採れたクレソンね、あのお風呂の排水ね、あのもう2日入ったお風呂の水で育てたクレソンです。人様には出せない。ね、でもうちらの赤が栄養となってこんなに育ったね。それにあの半額で買ったラムシャブの、ね、ラム人気ないんだね、高いから。ラムシャブの半額だからなんぼ400円ぐらいかな。ラムシャブ&あの業務用スーパーで買った太麺、ね、でニンニク、これもね地元産余市のニンニクだからね、俺だけしか食べない。俺生でかじるよ。ね、もうラムシャブ、クレソン、ラーメンサラダ、はい、ニンニク、生ニンニクを添えて、いい余市、まあ、今日はこんな3つでございます。あれあれ、最初トマトやってたけど何って言ってて、これドライトマト作ってるんだね。ドライトマト作ってて、おっとっとっと、ドライトマト作ってますね。あの半分に切った方が効率はいいね。はい、というわけでさあ早速いただいてまいりましょう。せーの、よー